はい、どうも、秘密結社ひがむ総帥ハッチーでございます。今回はですね、もうね、2歳未祥事戦を、全部チェックして予想のね、上げれそうなとこを上げるっていうのは、先週までのね、夏競馬までかなっていう話をしてたんですが、今週のね、2歳未祥事戦の中で1頭、取り上げておきたい馬がいるなということでね、こういうことですよね。そういうわけでですね、予想というかね、やってみたわけなんですけれども、つまりですね、土曜中京3レース、2歳未勝利、芝 2000m、こちらですね、6番人気のサドルロードが、今回どうなるかなっていうのを非常に注目するところ、前走ね、予想外のしんがり負けで現在6番人気、非常に人気が落ちていて面白いと。前走、オルフェブル3区を芝1004でデビューさせて、ちょっと、しかも仕上がってなくてという中でのしんがり負け、実質これがデビュー戦って思ってもいいんじゃないかなというふうなね、レースでいて、相手関係は当然、新馬戦よりは気の張らないメンバー、弱くなっているということになるわけですよ。で、配合を見てみてもね、オルフェーブルに母チチキングカメハメハってことで、ミスプロ系、オルフェーブルの相性のいい配合の一つと、一番相性のいい配合の一つってことになります。血統を遡ってみると、サンデーの 3×4、そしてですね、先週、新馬勝ちしたレベランスと同じバレークイーンの牝系ってことでね、サンデーの 3×4×3 奇跡の血量持ちのバレークイーンの牝系は、去年のね、レベランスは違うんですけれども、レベランスの兄、パドバ、姉のね、パドバルスとか、あと1頭ぐらい、確かね、去年、エピファネイア3区で新馬勝ちしてたりして、結構ね、いい配合なんですよね。そう考えるとね、僕も POG で指名してたから、こうやって取り上げたということになるわけなんですけど、前振りもね、もうバレバレだったし、POG 指名した時もね、動画にしてますんでね、そんな感じなんですけれども、そんなわけで、6番人気、十何倍つくんだったらね、池厩舎のオルフェーブル3区っていうだけでもちょっと、面白いんじゃないかなと。ただね、一つ気になってるのが、最近のね、オルフェーブルが種牡馬として勝ち上がり率が低い大物は出すけれどもみたいなところから、種付け数減らして現1歳とかあまりいないっていうのもそうなんですけども、池厩舎がサンデーレーシング、ノーザンファームあたりからの信頼度を落としてて、サンデーレーシングからもキャロットからも預けられる馬の質も数も減ってるっていうのがね、ちょっと気がかりではあるんですが、言うて名門厩舎、巻き返しに期待したいなということでね、一応僕も指名してしまったんで、ここまでは追いかけようかなということで、こうやってやってみました。そんなわけでね、また皆さん、チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。以上、ハッチーでした。